さけちゃん、はい、落ち込んでほしいやん。うん、もうゲーム D 禁止だぞ。落ち込んでほしいじゃん。3回やめようかなと思って。お前この間言っただろう、手順言っただろう、お前返事したよな、いろいろ手つけなかった。そうそう、わかるわかる、パンクになってて、わかるわかる。いい悪いは別としてね、はい、成長のために言うと手伝うな、世の中に胸張っとけよ、そこは。周りが見てました、よう、あの監督で、あの現場綺麗にやったね。なんか俺はお前に一つ、お前はいじけてほしくないなって。男がこれ一回やるって決めたら、もうやりきるしかないですよ。あ、まあそうだな。ダリン、ついたいな。ねえ、大きいな。あんだけあるのか。すっごく。さっきさんと違う。あ、ごめんなさい。何がある、これ。何がある。ちょっと。さけちゃん。はい。落ち込んでほしいやん。うん。私がいつも何かで電話すると。かわいいみたいな。だいぶ絞られてほしいじゃん。3キロ休みです。そう。何を怒られたの、お前。ちょっと噂だと、なんか、だいぶ怒られてほしいじゃん、現場行くと。お前もう、ゲーム D 禁止だから、面白いでほしいじゃん。人変えろって言われたんだろ。あてだけいいね。ちょ、暴れたくなるんだよね。ちょ、お前目合わせて喋ってよ。目合わせてよ。暴れたいんだから、俺。だいぶ怒られてほしいじゃん。Y さんから。そうですね。あの、その Y さんっていうのは、もともと俺が、まあ、自分の会社じゃないよ。はい、でも、その、飛び業界で有名で、俺がもうガキの時から知っとって。へぇー。で、そいつの中で仕事来て、この顔が、ちょ、お前、暴れたくなるんだろ。思ったより来とるね、お前。来とるっすよ。だいぶ来とるね。嘘。3回やめようかなと思って。嘘。なんで、何を言われたんですか。俺も具体的には知らんな。なんか、とにかくボロンカスに行かれとるっていうのは聞いてるけど。まあ、お前口上がポロこっち見てじゃねえよ、お前、はい、どういうことだ、仕事ができんから言われてるのか、単純にお前の人間性にこうアタックされてるのか。これもう本人とも全然喋ってないんだ、まあ、ない人は、うん、もう噂は聞いてるよ、ちょっと豊とかからも聞いたり。某ハウスメーカーなんですよ、うん、まあまあ現場かな、まあ、そのハウスメーカー独自の、うん、組む手順があるんですよ。ああ、そういうことな。普段組んどるのと違う組み方で。そうです。簡単に言うと、住宅とは違って、仕様は本足場。本足で。そうです。で、二段手すりの。そうです。あの、幅木の。そうです。で、うん、ラッセルだったり。ああ、落下養生。そうです、うん。組む工具によって、鉄骨立て方との、うん、その兼ね合いで、その、鉄骨立て方に支障がないように、うん、その工具ごとで足場を決めていかなきゃいけない。鉄骨が立ってから足場組むんじゃないの。違います。え、足場を先行でかけて、そこから鉄骨立て方をして、あ、足場組んでから鉄骨立てる。そうです。立て方が1工具入りますってなったら、うん、その立て方は1工具入る前に1工具の先行組2段、うん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 、それにあたって幅切らせるネット、飛散防止のネット、うんうん、あのシートとはまた違って、僕はそれをちょっと最初の段階で知らなくて、うんうん、足場だけ先行でバーッと2段組み上げてたんですね、うんうん、1から3個か細かいラッセルだったり幅木だったりを後回しにしちゃったんです、うんうん、ネットだったりその日にな、やらずに、はい、じゃあいざ次の日に海鉄骨立て方始まりますよ、うんうん、いう段階で監督さんに朝一で、うん、足場仕上がってないのに立て方、はい、始まっちゃうんですけど、どういうことですかと、うん、もうそれ言われるよね、はい、でも、うん、僕もその手順も知らないっていうのがあったんで、うん、どういうことですかみたいな、でまあそこで手順知らんっていうのは、次の日鉄骨が入るってことを知らんかったってことで、それは知っとったんですよ、うんうん、そこを鉄骨入るまでに足場の仕様が、あー、そういうことね、お前が。どういう仕様で足場を組むかっていうのが、わからんかったから。そう、手順がわからずに、そのまま足場だけバーって、うん。
組んじゃったんですよね。で、鉄骨始まりました。はい、うん、垂直ネットも張ってない、ラッセルも張ってない、幅木もやってない。どうさせないよねってなっちゃうよね。どういうことですかみたいな。うん。僕は分からなかったんで、まあ、うん、すぐに手つけますと。その細かいので1日潰れちゃったんですよね。初日に人数入ってきたんですけど、うん、2日目はまあ足場は進んどるもんで、うん、まあ人数少なくてもいけるだろうと、うん、まずそっちの細かいのを決めてかんといけないと、うん、でそれで1日潰れちゃったんですよね、うん、で次の日建て方はい2工区始まります、うん、で追いつかんわけだ。もう、てんやわやなんですよ。そっからもうずっとてんやわやん。ああ、そういうことな。でも、競り上げもしていかんとかなんですよ。鉄骨建て方終わったところからもう競り上げて、シート張ってかんとかいう。てんやわやの状況で競り上げをしちゃうんですよね。うん、そしたら、その競り上げにも手順があって、うん、つなぎを取って、うん、そこから競り上げして、2段つなぎを取らないといけない。うん、ちょうどタイミング、悪く忙しい、うん、人がもうかじりれんかった、一応貸してとは言っとったんだ。3日目に競り上げたんですけど、うん、その競り上げもその壁つなぎを取ってから競り上げるっていうのを知らなかったんですよ、うんうん、まあ、競り上げてから壁つなぎ取るのかなと思ったんですよ。いろいろ手つけなかったっつってパンクになってて、わかるわかるよ、言ってることはわかる。やべ、人数もおらんし、そうそうそう、競り上げしてシートパランとわかる、うん、何怒られたの。説明がお前長くてちょっとあれなんですけど。まあ結局。何も覚えない。なんでそのね、もう。すべてが中途半端になってしまったと。ああ、そういうことだよね、多分。お前、この間言っただろう。手順言っただろう。お前、返事したよな。把握したはずじゃねえのか。うん。だけど、もう自分はこっちをやっていかないといけないという、けまやまやになってて。うん。お前言ったことやれんのかみたいな。それ1回だけなの、切れられたの。まあまあ何回も違うだろ。2回ぐらい、うん、いや、なんか分からんけど、俺はちょっと推測ね、豊かとかもちょっと話聞いたんだけど、うん、だからコミュニケーション不足なのかなって。俺はじゃお前なんか仕事は早いじゃん。で多分そのうちの人間ってみんなそうじゃん、コミュニケーションが下手じゃん。はい、わかりました。はい、わかりましたって素直すぎちゃうから。いや、もうどうしてもちょっと人数いけんもんで、どっちか先やった方がいいですかとか、うん、いい悪いは別としてね、はい。成長のために言うと。聞いてる話となんかお前の俺はイメージが違うから、なんか総合してやると、はい、うん、なんか、はい、わかりましたって言い過ぎなんちゃう、うん、違う。まあそうですね。いや、わかんないよ。俺はその場にいないからわかんないから。まあ、うん、その後、まあ、今現段階で言うと、うん、全部踏まえた上で、うん、とりあえず今監督さんとちゃんと打ち合わせして調整して、うん、今こういう状況でこういうで、うん、どこから先に決めた方がいいっていう、あ、そういうことか。あ、それを学んだわけだな。やっぱ人って学ぶから。あんまり何その辞めたい、うん、もう辞めるってなったわけでしょ、まあ、うん、もうしんどすぎて、この顔やめろってお前な、笑顔がなくなってる竹さんから。ケチだな、世の中に胸張っとけよ、この方が、そういう顔するで元気なくなるんだ。いいっすよっていう方がかっこいいんじゃないって。お前ってそういうタイプじゃん。メンタルが強い時だけ。そうそう、強い時はすごく強い、そうそう、メンタルとか言ってすごく弱いから。1か100かしかないレベルでみたいなお前が現場に行った時に、あそこのあいつはすげえなって言われるのか、はい、もうお前あいつ入れるな現場って言われるか、そいつがクソだろうが何だろうがいい人だろうが、俺は商売人として小林克信として現場行ったら、悪い監督でも上手に現場を収めれば周りが見てました。要はあの監督であの現場きれいにやったね。だからお前は、俺はお前に一つ考えろ。いじけてほしくないなって。うん、ああ、もう乗り換え同士だね。あいつすげえなって。言われたらかっこいいなって。それだけかなって伝えたら。だいぶ落ち込んで。もう30年ぐらい与えてるからね、こいつ。すごいですね。もうメンタルとボディと、みんなボロボロ。体力もボロボロ。そうそう、確かにボロボロなんだ。ほんと、ほんで、この笑っとって、俺もコメント欄叩かれるようなしょうがいいんだけど、その、まあ、もうこうなってしょうがない境地に立たされてるわけ。それだけの大きい物件初めて任されて。26です。26で。で、今までは戸建てとかマンションとか自分の親方でやったけど、
やってることも違う、いろんなこと全案します、ね、やだで、その中で自分が分からんとは言わずに、そうそう、だからまあお前が意識して今みたいな自信満々な顔してやっとったで、ね、ああいう顔して笑顔でした、欲しいな笑顔で、久しぶりに見たかなって感じ、違う気持ちになるよじゃん、そのY氏、俺もああいうところ使いたいなと思ったの、Y氏が見てほしいな、お前もいいとこ出したみたいな、多分自信のなさからお前がこういう風になっとるから余計腹も立つ、自信にやつが一番嫌いだよ、そうやって、あ、自信あるやつってできるできるってはっきり言ってくれるから、うん、俺にはっきり言ってくれるじゃん、俺工程入れていいってこうやって仕事の話があるんだけどできる、いや無理です、でも自信ない時に入ったばっかの時って飲みに行くぞって、あ、はい分かりました、そういうやつ大体腹立つ、無理しにくていいよって、そうそうなるじゃん、はっきり言ってくれたやつの方が可愛いし使えるじゃん、だってはっきり言ってくれるから誘えるじゃん、分からないよ、その Y 氏がお前のこと嫌ってることは知らないけど、まあ、嫌っとってもいいよ別に、そうそう、だけど仕事できるやつは仕事できるやつ絶対嫌いだな、お前がアップデートされてもうあいつ頼みたいって、うん、あ堀川じゃ困るわあいつ入れてくれって言ったら もう絶対そいつ好きになるわ、性格はもう怖いよどうしよう、うん、すぐ切れるよこの人もう気違いみたいな人だけど、使っていいからね、編集使ってくださいよ、ここでも仕事はできるだろう、まあ、監督業としてはどうかしないんだよな、そこをお前がまあどこまでやれるかってか、やれるっていう打ち合わせだと向こうも分かってる、俺はもう多分本当にコミュ力が全てだと思ってるけど、やめたい、いやためになった、それはもうあれっすね、多少はためになった、まあそうっすけど、やめたいはもうないっすよ、もう、まあ、頑張る、とりあえず頑張ろう、通り抜けた、そこは、うん、やめたいって言っててもこの忙しさ、まあ冗談半分っていうのもあるしな、気持ち折れてただけなんだ、うん、動いとったろ、はい、ピークの時にとの関係が、まあ、ワイワイしって言ってしまった、ワイしって言ってしまった、ワイワイしの関係が最悪の状態がゼロ、今関係どれくらいの、マックス10で3、4ぐらいに、あ、ちょっとやっぱ2、4だ、そうですね、今やっと追いついてきたんで、こっから頑張れそう、まあとりあえず今の目標はあの現場をしっかりまとめ切るっていう、お来ました、これぞ竹さん、これぞ竹さん来ましたねはい、よかったです、ちょっと帰れるかな、もうみんな、いやもう毎日疲弊しようでな、そうですね、大丈夫かなと思ったら、お前だからどうなの、そのまあ一番ピークゼロだったとして今気持ち的には、いやでも最近プラスに思うことになってきた、うん、あ、そう、もう男がこれ一回 やるって決めたらもう やりきるしかないんですよ、あ、まあそうだな、ここでへこたれて頭変えてくださいって言ったらそれこそ自分の価値も下げるし、あそこまでなったな、気持ち的にみんなに迷惑かかるし、あそうか、まあ最初来た時もう目も閉めんで大丈夫かなと思ったけど本当にね、まあ思ったよりもよろしいんじゃないですか、だいぶ、はい、あげちゃん、はい、頑張ろうか、いや大丈夫よな、まあ、特に足場さんは、あ、めん特に足場さん、今一番大変ですよ、はい、みんなきついらしいぞ、うん、言ってましたね、ちょっと新しい人入ってきてくれないかな、ほんとね、そうっすね、前回も言ったんですけど、まあ、ちょっと新しい求人だけじゃなくて、はい、教育業者でもね、一人でも二人でも三人でやってるところでもいいし、一週間でもいいんで来てくれたらまたちょっと全然違うと思うので、ぜひちょっと来てください、お願いします。あとはもう足場材が全然足りなくて、それも買い取りもぜひ足場の買い取りどんどん今続々来とるんで、はい、結構愛知、三重、岐阜以外の方からも全然来て、まあね、トラックの手配とかも、まあ、こっちでやるものは全部するんで、見積もりだけ見るだけで結構値段も出せますんで、はい、ぜひ声かけてください。お願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあ竹ちゃん。はい、元気になってねなってねなってねね、たけちゃんの成長日記のためには皆さんチャンネル登録もよろしくお願いします、はい、応援のコメントもしていただけるとたけさんに温かい